こんばんは、リオンちゃんだよ。今日の動画は朝のスキンケアが変わったので、そのスキンケアを撮っていきたいと思います。まずはネイチャーコンクの拭き取り薬用クリアローション、とってもしっとりの薬用拭き取り化粧水を入れていきます。毛穴の黒ずみくすみ乾燥を取ってくれるやつです。あ、ね、朝は忙しいので、このネイチャーコンクのを使ってこういう風にちょっとね、ビドビドになる、ちょっとなじませて、で次に塗ったら、1回目の化粧水はまあ何でもいいんですけど、クリーム肌水を入れていきます。これをまた、これも結構シャバシャバしてるので、ビドビドになるまで、きっとライン使いの化粧水を入れていきます。まあインスタグラムには載せているんですけども、アクアレーベルのバランシングローション、みずみずしいしっとりタイプでエイジングラインを使ってます。朝はで手にちょっとね、多めに、ちょっと水たまり程度に手になじませて、塗ったら次、同じアクアレーベルのバランシングケアミルクやつも、こんぐらい、あ、その時にまたこういう風になじませたら、またね、顔に優しく塗っていきます。首にも入れていきます。今日の朝頭だったんですけど、でもこれ感染っぽいつか、かさぶたになるようなことしてないか、多分感染だと思うんで、こんな感じでやったら、メラノ CC のシミ対策保湿クリーム、ロート製、ロートの部分っていうか美容液だと思って買ったらクリームだったっていう話で、このね、シミというかそばかすの辺にと部分置きをしていきます。
シミはねなくしたいので、なんかシミとかそばかすあるとすごいね老けて見えるなと思って、シミ対策したいですね。あの除去、ほくろ、ほくし、ほくろ結構どこにでもあるので、でもほくろよりこのねそばかすというかもうシミなんですよね。昔からこの赤毛のあんみたいなそばかすがあるので、まあこれで朝のスキンケアは終わりです。まあ、こんな感じでなんですけど、三角作れ、またイボが、前あのレーザーで焼いてもらったんですけど、また前は2個あって2個ともねめっちゃ痛いんですよ地味に。まあ、こんな感じで、まあ塗って次に日焼け止めを入れていくんですけども、まあこんな感じで、まあ、変わり映えというか赤みとかはまだ消えてないので、化粧メイクでねちょっとやっていきたいと思います。こんな感じで2020年の春冬のね朝のスキンケアをご紹介しました。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。